市場古墳は奈良県奈良市崎町、塚本市場にある古墳。形状は前方公園墳。先立烈列古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被装者は明らかでないが、区内庁により山桃領として第51代平城天皇の御笹に事情されている。先立烈列古墳群の東軍に属し、その中でも生誕に位置する。 前方後円墳であるが前方部は消滅し、現在残っているのは後円部の一部のみである。平城宮大極道の後のすぐ北に隣接しており、かつては直径100メートル超の最大級の円墳と思われていた。しかしその後の発掘調査で前方部が平城宮建設の際に作兵されており、本来は 噴球の全長253メートル前方部の幅164メートル後円部の直径147メートルの前方部を南に向けた前方後円噴であることが判明した。吹き石、首入れ部分両側の作り出し、20号の一部分なども確認されている。同古墳と同様に平城宮建設の際に破壊された古墳としては、 第二次大局土の跡の下に位置する神明の古墳がある。公園部の中心部分は宮内庁により平城天皇陵に指定されている。円筒派庭、動物派庭などが出土している。築造時期は古墳時代中期前半と見られている。平城系の建設以前から存在した市場古墳が平安時代の人物である平城天皇のために作られた古墳でないことは 明らかで両母の事情に否定的な意見が多い。現在の事情が正しいとするなら、平城天皇には新たな両母が作られず既存の古墳に追悼されたことになる。ありがとうございます。